んばんは、サーフライフの出川です。こんばんは。こんばんは。今回はいつもやってるトークショーを、マーボーロイヤル辻堂のマーボーロイヤルの2階上なんですけども、 3D クロージングっていう場所のカフェを借りて今やっております。それで本来だったらみんなでこうワイ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 、まあ河合さんとか、まあマーボー教授とかいるんで、こう本当にこうみんなで飲みながらこう楽しくやりたいなって言ったんだけど、まあちょっと季節柄こういうことになってしまってライブ配信という手を取りました。まあこれも何度もやってて何回も見て、同じような写真がダブってくるかと思うんですけども、まあまたここは、キャラクターみんな濃いんで、それなりに、面白い裏話が聞けるかなと思います。まあしばらくの間お付き合いください。それではスタートしましょう。これはもう写真からブリブリいきますけど、これマーボー、マーボーですよね。何歳ぐらいの時だ、20いくつ、これマーボー20 19 10、そうだ、19だな。じゃあジュニアってこと。ジュニアだ、ジュニア。まず場所が鴨川だろ。鴨川の堤防から撮ってる。あ、そう。で、テントみたいなのね、これね。いやー、出川さんのところじゃないですか。あー、分かった、出川。これ、これ、僕も分かったって。分かった、思い出した。思い出した思い出した。あ、よかった。思い出した。そうなんだ。で、気が僕もなった。テントのこの頃のはね、あんまりラミネートが薄かった、なかった、薄かったんだよ、軽くしようと思って。あ、そうか。それで孫が2パドルでグイグイやって、そうそうそう、ボコになって。だって学校サボってさ、もう学校行くとお風呂の弁当でバーって行ってさ、くすも脱がないでパッパッパッパって、小室君って入って俺が、もうそのまま海だもんよ。あ、そっか。毎日だって。すごいなぁ。だからさ、勝ったのよ。やっぱりさ、学校行っちゃダメよ。仕事しちゃダメなさくらいの。やっぱりね。うん、俺はそう思うよ、河合さん。これが学校だったわけ、ね。そう、これが学校だ。これ東大だろ。西日本。どうよ。東大、赤手だもんね。うん、早稲田でもない、慶応でもない。東大だよ。トランクスがいいじゃん、トランクス。トランクスがなかなか、どこね、貧乏人だったんだけどもさ、焼きたり屋の息子で。でも、かっこいいよね、これね。いいよね。どうじゃん、みんな花柄のもので自分たちで作ってたから。そうだ、だから俺もさ、金がないけど、多分コーラ2、3本買って、ハリコのおばちゃんたちに打ってもらったと思う。本当に。本当、本当、出川さん。本当かよ、これだったら出川さん。これね、思い出したの、これね。これでも、ドジのシェイプじゃねえ。誰よ。いやいや、全部最初ドジだった。ドジ、これも俺覚えてるんだよ。それでね、後からね直して、で、ボコボコを直して、どうしてピンクになったの。阿出川さんがピンクにしちゃったのかな。多分そうだと思います。お前この時あれだよ、タスキにかけてたの知ってる。タスキがかかってんだ。じゃあ、いや、これは入ってない。トランクスないとお風呂がトランクスにしろ。堤防が狂っちゃったもんだから、たつきで、で、シガーの全日本で、お風呂に、後ろに、あ、ポケットに入れたんだ、これ。違う違う、こう、腰巻きみたいにつけてもらったら、そうか、そうか、そうか。すごいね。すごいね。やっぱりさ、高校駅伝みたいだったんだよ。え、それ何のたつきだったの。いや、でも、大稲荷さんだよ。稲荷子の用心で、あれの赤のやってたじゃんよ、俺がみんな見してた。その前に砂浜なんか見たことない。知らない。何、有名だよ、みんな。堤防なんかそれ見ると、俺に見せようとするわけよ。そうそう。で、俺もだから、それ食らうの嫌だから、しかーっくれてたんです。麻婆は口でやられちゃうからさ。そう、やってたね。無視しないと。はい、次は。いやいやいや、まだまだ。え、長いね。さ、それで。じゃあ、あれ、この時は。でもさ、ドジなんかとは一緒じゃなかった。もうシニアだ。いや、え、ドジとも一緒だ。これだから、こっちに左にいるのは誰なの。いや、わかんねえな。あー、なんとなく。なんとなくわかるけど。誰だ、東京の人か。あ、もう、そうね、ダックス。でもさ、マボいいターンしてるよね。そうかね。俺これすごい好きなの。いいターンだね。これはいいターンしてる。これからあんまりね、
こう余計なことしてないわだってもう今腰がまあこんな感じだったら腰をおかしくしまうよあのお前がねなんか後からこうやってやるのあんまり俺好きじゃないそうだな小川さんにカンペカットって言われたからな実はね重たいボードってちゃんと足首センターにしてるじゃんここじゃないなんだって俺リーシュがついてないからやっぱり綺麗だね全部いいターンだね本当ね自分でもうカバーショットだよこれいいよねいいターンだよじゃあマボこれはいどうぞ位牌がこれでいいいいこれ使う何よ位牌位牌かこれ使うちょっと若すぎね若すぎいいターンだよいや俺いいなと思ってマボ俺ドジのこのターンも好きだけどミッキーだなとねお前はミッキー見られてこれだからさうるせえな、ね、うるせえなよし次はい次おおいい写真だねあれどうじやどうじ高近かなこれ左に高近違う、これダックスのメンバーだないやあダックスは違ったけどバーバリアンだバーバリアンバーバリアンバーバリアンもかっこよかったねドイツさんかっこいいかっこいいよかっこいいなんかみんなクラブ単位だったのかねこうやってみんなの作戦ねもちろんそうですあの後ろにいるのあれでしょあの田中ウソのそう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 えそうかよ手前はドジかこれええ私ジュニアなのに引き生やしてったらお前なんでジュニアだって怒られたの？そう。でもさ今はねこのこれ誰だか分かる隣。あ平巻ってやっぱりバーベリーとあの髪切り屋さんだったんだ。で昔のこの板作ったって今売れないもんこういうデザインね。なんでこういうデザインをさだから売れないんだ売れないからなの。どうじゃあれ富士じゃないな。こんなの違う。マイブと。富士とこれなんだっけな自作じゃない自作じゃないこれまだこれそうまだこの時ジャスだから自分のボードは恥ずかしくて出せなかったあやっただってノーネームのあの本当ただブランク削ったやつだったとても人前になんでドジもやっぱりそうやって恥ずかしいなんていう時があったのあったよだってだからこっちまだだってテッド行ってシェイプしてる前だもんそうはるか前俺ねドジがさ紙持ってきてた鉛筆でこう測ってさ青ザインを作ってんだって言った時にすげえなと思ったもんドジはやっぱりそう、そういうのがすごかったよどこでテントで見た違うよドジが俺のとこ持って秘密したでファーボー青ザインを自分で書いて自分で作ったもんドジが物書いてもらって書いていやどこの店そこの時俺 の, あの向こうの前の店みたいなお風呂のやつだでさテントのあれもかっこいいよなマークな今ああいうジャンパーができないのかねああストライプのおお、ね、鴨川も横だったねドロフィンがあれドロフィンじゃないの違うテッドのだよかっこよかったのあれテッドはなんかデュエルエヴァとかあの辺パックしたあれがさああそうかもしれないグリーンダンシーじゃないのねえあれがさそうだよねえデュエルエヴァデュエルエヴァ好きだったよねハーモさんのあの辺とかさそうですそうなんだよあのウェーバーの服タもいいねあああ本当ドジこれじゃあドジが削った板じゃないないちゃんとほらブランドじゃないかったからどうしこれなんだろうねどこのボードやバラクーダバラいやその前だ富士工機とかそういうのいやダックスじゃないなって言ってたそんなことないなダックスじゃないダックスではないでもそれだったらあの入ってるでしょダックスのマークかなマーク入れると確かに入れてないからダックス乗ったことあるあー空洞のほとんど俺は最初はダックスあ、そうなの、ね、うんあ、そうかよ3万円を、払ってああ、うん、俺金ないから、前の靴屋さんからお金を借りて3万円を払って前の靴屋さん前の靴屋さんがちょっとお金持ってたからお店の前のそうそうおいいね、やっぱその助け人がいるんだあの、なんだっけで、俺は売上の1000円を盗んでた皆さん聞いといてお前にしなくちゃダメなんだよその3万円ってお金がやっぱり大金だもんな大金だよいやだって16歳でしょおうだから月給が7、8千円ぐらいのことそうだなそれはないけどいやそうだよおうそうだよサラリーマンやってないから分かんないいやサラリーマンやったよ19歳は2万2千円ですそうか3万円だよね3万大学は大学卒が3万高卒は2万円だよっていうかそんな感じでしたねでもこれ第1回だけどマボ第1回ってじゃあ俺はだから出なかったのこの時まだクラブがなかったから新スパイではなかったからで来てたけども第3回に出てね
見事優勝してもうさ、本当は俺今日俺の最初の第1回のすっとこどっこいノリを出そうと思ったけど大笑いしられるからやめたよ、今度出すからかもうね、本当に自分でかっこ悪かった。だからもうドジとかスーパースターじゃん、もうすでに。ドジは、ドジの最初の噂はやっぱり茅ヶ崎にひげ生やした若いやつですぐハングテンをかけてとにかくうまいと、って見たら本当にね、親父だったはぁって感じで、あのショックはね、でかかったんだ。で調べたら誕生日が近いのよ。そうだよね、近いのか。当時3月13日で俺が5日なの。こいつは一生ライバルの男だなと思った。大変でした。それ以来それで俺はお母さんが小川さんが俺に麻婆ドジにね、ドジはね鎌ヶ谷の鎌ヶ谷だったな、うん、なで鎌ヶ谷でね、このバスケットボールの選手だって俺のドジって言われてるから、うん、これ知らないからかないからって小川さんがブルーだけやっぱりさね。江戸生きてるかな、ね、音楽もみんなバラバラだったじゃん。これ出川ミセスロビンさんと始まって俺はヤシラキでやってやってんのにさ、でドジアのウルティアでまたさアメリカのあれが好きでさ、ほんと面白かったね昔はね。でもあれあのディスコとか行くのはもうはるかこの後。そうだね、あとから俺がデイ・ロペスが来た時にディスコ連れてったろ、うん、それが最初だったもん。その前のあれだ、ディスコなまだまだ後だよ。もうその頃ディスコは24、25の時か俺だ、ああやったのが。だからそうだよ、それでドジにみんな悪いことを俺たち教わって。ああそうか、毒なもんじゃないけどさ。毒なもんじゃなかった。あの千葉のあれだ、そこ行った立山行ったりとか暴れてたよな。あと姉方に連れてもらった、あそこ。なんで俺ドジとフラ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 で。でも一番初めは姉方の日刊スポーツだよ。え、日刊スポーツの催眠スクールは大和館だよ。あ、大和館。あの時はヤバかったもん。もう本当ヤバかったな、出川さんな。ヤバかった、ヤバかった。でもドジのこれでしょ、ヤバい。ちょっと待って、ドジのお父さんは何やってんの。校長先生。校長先生。はぁーっつふざけんなよ。でもね、ドジはね、いろんなとこ顔出したの。そうだな。で案外第1回のあと第2回は俺なんかほらまだ車もねえじゃん。で大島が免許を取って、あでスバルのあのホットドッグ屋のサンバあるじゃん、うん、あれを貸してくれたんだよ。で俺なんか行ったの。もうスバルサンバーもう2台潰したからね。360cc でもスバル360ったら合うよなサーフィンにな。合うな、あのエンジンサーバーじゃないけどティーンティーンティーンね、合うよな。いやだから冬とかさマリブ行ってあれ ストーブをもう中で炊いちゃうのよ。そうかよ、そっち知らなかったね。そいで、いやいやいや、そうじゃなくて海に入って上がってきたらあったかいじゃん、部屋が。もう天国でした。じゃあちょっと次行ってみる、ね、はい、話は尽きないからいいよ、バンバン。いやいいよ、これで大体分かりましたほら出たよ、出た白浜だよ。白浜ですか。白浜って俺が優勝したんだ、これ第1回目なの。え、小田急電鉄じゃなくて白浜俺が優勝だったじゃん。いやこれね、伊豆急電鉄1回目俺だった。これフェスティバルのやつでさ、おこれ白浜、白浜だってだよね。白浜でもあれだよな、かわいさんグーフィーで出てんだろ、ね、この時はあれだよ、妨害なしだったからよかったね。一番ですか。一番、俺一番覚えてるよあ、一番ね。この時はかわいさんグーフィーだったのかよ。そうです。いや両方や、多分ね、もうやってた。両方滑ってた、両方滑ってた。いや、ウォーキングして戻るとグーフィーフタになってるの、うん、そんな感じでした。え、俺なんでゼッケンつけてないの。いや、つけてない。あ、色が色が赤か。おかしいな、番号じゃねえのか。でもちゃんとドジはもうあれだよね。ドジは腕も綺麗だしさ、ね、膝が必ず俺のドジってことで膝が曲がってんじゃん、すごいいい感じだ。俺からクックッて入れてミッキーダネだったもんな。もうドジの理論通りだから今はダメだけど、本当ダメだ体動かないから、頭って動かない。皆さん、勝手なこと言ってて聞こえますか。すいません。もう本当にもうね。でもね、
あのドジも僕より2つ上なんだよ。河合さんも2つ上で、孫が1個上なんだよ。俺が一番この中では下なんだけど、まあすでに河合幹雄っていうのはもう本当にすごくて、もうわざわざ見に行ったからね、ね、上沼に河合幹雄っていう千葉のやつがいるっていうので、うまいって言って遠巻きにして俺だってさ、今じゃこんなさ、幹雄なんか言っちゃうけど、俺なんかすごいよ、遠巻きだよ。大山さんが、まあもう最初のあれフェスティバルで鴨川のね、着物着てた写真行ったじゃん。ほんで、河合さんなんか知らないんだよ。河合さんがうまいんで知ってるんだよ。俺さ、向こうから河合さんが歩いてきたから、すいませんけども、千葉の河合さんすごいうまい人がいるんだけども、モデルくれませんか、これ河合さんだったの、出黙ってんの。河合さん、俺のこと麻婆だって分かったの？知らない。俺も全然知らない。全く記憶にないね、俺には。俺はすごく周り気になる。会いたかったの、河合さんに。あ、そう。誰が言おうと。これはもう B 型のパターンです。マイペース。B 型でしょ。白浜はもうすごい金がなくて行って、でみんなコーラの瓶を100何個集めて、とんかつに食べに行ったのよ。で俺の友達がマイク柳が6杯食ったっつって、こい俺とオッチが7杯食ったの。カツラ半分で1膳食っちゃう。俺3杯食ってもういっぱいだった。トンペの頃か。トンテ、俺も行ったことある。トンテ白浜は思い出深いですね。深いな、はい、あとエロデラっていうのもあったでしょ。えエロデラっていうのがあったじゃない。あエロデラね、行ったよ俺も。秘宝両線に、うん、あとだって途中は秘宝館とかなかった。ありますよ。あったよ ね。俺はもういちいち寄ってたの。そういうとこ。そう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 。これはでも本当に白浜。でも平浜にしてはさ、ダンパじゃないじゃないの。いやいや、だから塩も上げた時ですよ。ああ、そうか。バラドも考えられるけどな。でもこんなに人いねえか。まあだから、今いや、いるところを取ったんじゃないの。そんなに人いるとは思わないから。昔はじゃあ、ヒートは何、5人なのか。今、6人だと思ったら5人しかいないけど。6人ぐらい。6人だったら。6人だと思う。今はやっぱ6人じゃヒート多いのか。じゃないかもう。無理だよ。無理か。1本、2本、3本で両方見せてたら、もう全然見れない。ちゃんと横に滑らなきゃいけないコンテストになっちゃったからね。そう。でも、当時はもう横だよね、みんな。俺はね、まだちゃんと横に、もうこんなだったね。こんなで、今じゃこうやって乗れるけど、このだったよ。かっこいいなと思って見せたんだけど、いやドジは綺麗だったね。しかこいつは任せてやろうと思ったんだけどさ、まあ今になっちゃって、そんなことしてたら50年経っちゃったよな。そうだな、まあ、不思議だよ。いやね、まあそんな楽しい白浜の、何年だろう、67年ぐらいかな、ね、66年代8じゃない、 8でしょ。7ね。こういうこのハーフのあのこの色違いのトランクスとテッドのボール持ってるから。あ、そう。うん、そう。これミキオナーニマリブ。マリブだよね。マリブのナーニ。アチーブはもう一個前の。三本ステリングっぽいよ。気もするね。コンペティターやね。ああそんなタイプだよね。コンビニターノーズが多分ノーズがそうだな、うん、じゃあちょっと次行ってみましょうか。はい、はい、ああもう知らない。長生きだな。そうクソ長生きなのは、あの一番奥のは俺で、うわーかわいい。トランクスはどこのトランクスだ。かわいい。ミキはどこ後ろにいるじゃん。おう笑ってるよ。いいじゃん。長生きが優勝したんだ、ここって。うん、ジュニア。長沼だね。長沼電話したんだけどね。あ、ちゃんと俺もいるじゃん。どこに？右の首曲げてるやつ。あ、本当だ。え、これ当時？そう。あ、これだ。負けちゃったみたいな顔。当時？当時だ。タアさんがまだ若いもんな。タアさんが若いね。タイちゃんもそうだし。タアさん。タイちゃん。鈴木三平さん。元ヒゲさん、あ、なバーベルの、ま、中島さんもいるわ、帽子かぶって。ああ後ろだ、うん、元ヒゲさんかっこよかったね。
これはだからこのトランクスを袋が作ったんだよ。俺んちの袋が、俺んちの袋が俺と長沼とトトとあと誰だ、3、4人作ったんだよ。これはかっこよかったね。これ場所どこだったね。え、これ場所は知らん、いや長沼が一緒にしたんだよ。俺はじゃあ第1回目なんだけどな。あ、そう、うん、もうちょっとじゃあ調べてみよう。あれで、タオルかぶってるのはみっちゃん。あ、みっちゃんだよ、みっちゃん。違う、これは誰、ヤギくんってね、平塚の七夜の、あれみっちゃんか、なんかそんな感じがしてきた。中島さん、あれはあのナンパ師の稲ちゃんか、こう、口でやってんのそれ、ナンパ師の。おー、すごかったよ、あの人は。やっぱりみんな負けた顔してるね。この人は負けてる。ちょっと見てみよう。かわいそうな顔してる。あ、このトロフィー渡してる人はなんか見たことある、覚えてるんだけど、どこの人、これ。でっかい、ね。NSA の人。いやいや、下田の市議会議員だ。多分そんな感じだね。うん、俺も悔しい顔してるよ。みんな悔しい顔してる。面白い。まあこの頃一番長沼に乗ってた。でしょうね。ジュニアの方は総ざらい、うん、もう全部持ってったしね。いや、ひょうひょうと。そこまで俺負けてないと思う。本当。はい。あの長沼の試合さ、小川さんが申し訳ないけど、やっぱり長沼はやっぱりすごかった。そうか。やっぱ自分にとってドジもそうだけど、やっぱりもっと年代が近いじゃない。うん、やっぱり下のやつからやっぱ負けるってことがやっぱり屈辱だったね。そう、うん、センスも良かったしね。いや、良かった良かった、うん、本当に。でもあれだよ、話変わるけど、この写真とは関係ないんだけど、七里の68年の全日本じゃん、お前が優勝したじゃん、あれですんげー根に持ってるよ、長沼。そうかよ、言わないじゃん、何にも言わないけど、ね、俺いや、すごい言うよ。いや、あれは出なかった、深くなったなんかミスを犯したってこと。いや、それが地元なのに俺が決めなかったっていう。意外とだからちゃんと取られたんだよ。俺もラッキーだったんだよ。地元で負けるってやっぱり、あるよ、ね、鴨川でやっぱりドジに負けた時も、あ、そうだ、ね、悔しかった。応援団いるからね。そういうことな。うるさいのいっぱいだからな。だから今はさ、負けても悔しいなんか思うサーバーいるの、やっぱり。そうなの、いると思うよ。いるから。チャンピオンになる人はやっぱり、まあ、上に立ってやったらそうじゃねえ、やっぱり悔しいよ。ほら今はさ、ステージになっちゃったじゃん。だから参加者が後ろに映んないよ。あ、そうか、そうか、そうか、それのみんな、これいいね、これクラシックでね、これは後ろでさ、勝ったやつをこう、あ、こいつ勝ってるなって顔してる写真はすげえ、あ、いい思い出だなと思うね。今もステージ立っちゃうと勝ったやつだけ喜んでるだけだから、要するにスポンサーのボードのところで立つようになっちゃったんだね、うん、その時のなんか思い出っていうのはないよね。なるほど、勝った人以外で。ああ、そうだな、あいつだこいつだっていうのがなかなかなくなる、うん、これやっぱりほんと一人一人の顔がちゃんとなんかそういうそれぞれの思いがちゃんと出てる、出てるんだよ。いいね、それすごい写真だ。今日はドジ先生に意外なことを教わりました。なんでもっと膝がどうたらこうたらとか、もうなんか脳がきこくのかなと思ったら、すごい、なるほど、そのことを一発言われました。あ、なるほど、そう言われてみればそうだね、うん、後ろにいるんだみんなが。そう、それで表彰されるやつが前に出る。それでね、なんで今のさ、これいいね、こういうトランクスをなんで今の人若いたち履いてくんないのかね。一番かっこいいと思うんだけどさ、あんな長くてさ。まあ、でもそれは俺が田舎っぽい、ちょっと短くなってきたけどね。じゃあよ、上の先輩が履いてたら絶対そんなの嫌だから履かねえよ、うん、あ、そう、それだけだよ。あ、そう、あ、それもあるかもね、うん、でも誰かに違われちゃうと、そうまたいいんだろうね、うん、一回りするから俺の方がサーミンが綺麗に見えるよ。確かに乾かないよ、乾かないけどこれがいいよ。だこれやっぱりアマチュアの大会の一つのシンボルだ。あ、うん、みんなでやった大会で、プロだと優勝者以外はいらないんだよ。そうですね、賞金もらってその人がウィーナーで、あとは勝つ。なるほど、しょうがない、それはね、そういう、そういう賞だから。 OK、 このトロフィーだけのためにやってたんだよ。本当だよね、この賞状と。そうだな、賞金かかってないんだもん。トロフィーが落ちたんでさ、もうトロフィー見てさ、
よし頑張ろうとなるわけだと。症状だ、こんな症状なんかさね。じゃあこれ目指して50年経っちゃったわけ。経っちゃった54年だよもう。彼これな、河合さん。いやだから、そういえばママ今回俺53回目の大会。3回目だよ、ね、53回。よくやったな。53回マーボーロイヤル KJ カップ。うーん、すごいね。よくやったよ。やってた。あのタブーとかウーガーいるときは3回やったらコースラインに金を出してさ、1年にそれカウント入れてないけども。次行きましょうか。お、後ろ河合さん、これ入れバットだけどね。逆転ドジだってどこで、うん、いや、ドジだってね。これなんで選んだかっていうと、ちゃんとあのレールロックもきちっと入ってるじゃん。入ってんね。セットインしてるから。ああ、もういくら河合さんこれ暴れても追いつけないよね。わかんねえ。寝てんってシコシコ出てくるんだよ、後ろから。寝てあと爆笑しぶといからしぶといからね。河合さん狙っちゃってるの。でもシーバーマンね、全くこれ初めて見た。いいでしょ。場所はこれやっぱり白浜掘れてるもんね、波がね。コンパクトですごい。だからセットにしてこれあの抜けていくじゃん、河合さん。捕まんないこれ。いや捕まるかもしんないね。いやいや、俺はどうかなと思って、ね、その通り。ちょっとあそこで割れちゃう。どっちのしつこいてね。スープの抜け方はもう綺麗なんだよね。あ、青田誰。青田だ。タクジー来いよ、来いよ。青田って。いいよ、飲んでから。ちょっとさ、ちょっと飲んでから。青田、マーボレーのつけにしてね、飲め。いいから、いいから、お前。俺作るから。お前、偉大な男なんだ、サーフィンとしては。いや、そんなことないよ、ないよ。ハワイで拳銃事件として。写真でも撮ろう、自分の。え、こういうの撮っといて。高いとしてあるから。いや、同時この手がいいね。俺あのミッキーダラみたいな木だったよ。なんで俺手にこうなんだろう、手に乗ってる。いや、でもいいんだよ。こういう手になってる。いや、立ってます。いや、お前ここ座れよ。あ、お前ちょっと座れよ、お前よ。まあ、来たばっかり。いや、でもお前はふさわしい男なんだから、ね、こんな高いの平気だって。そちらあの、あの椅子久々。そう、あ、高いからね。これちょっと高いよね。でもさ、じゃあ出方そっちのゲストだから。いやいや、もう一個もいいよ。青田ちょっといてくれよ、俺が。もう一個もらってます。まあいいからちょっと一杯やっぽいよ。ちょっと一杯やっぽいよ。だから俺これさ、やっぱり同時がすげえ。今おまかげないけど、もう俺この手は覚えてるよ。ラインがかっこいいから。これでアップスンターの時グイッグインってやるのもかっこいいから。でもさ、あの椅子テーブルでいいですよ。マーボーはさ、結構これでない時の方が良かった、ね、そうかよ。だって自然じゃん。俺はでもさ、ジェイ・ロペス、ハワイ行った時ジェイ・ロペスが手がすごかったじゃん。で、俺は真似しちゃったんだよな。いいですか。ドジはね、腰がカッチしてるんだよ。可愛いの腰がカッチしてるんだよ。上は自分にこうついてる。できなかったんだよ、ドジは。あれが、はい、あ何よ、ちょっとさ、ちょっとね、あのちょっと落ち着いたら青田の話持ってこいよ。やっぱりエピソードで、いや、お前のあの無理です、それは。あのね、新島のハブシの河合さん覚えてんだろ、小川さんが優勝で泣いてたのよ。いつも負けて。俺ね、これがジャック・サザランドみたいな、こんなじゃね、ジョイ・ナン・ロライ・オーストラリア、こんなスズメの。マーさんと行ったわ、江ノ島から。え、江ノ島から行ったわ。そうかい。どこへ来てんの。それで、青田がさ、ダブルのダンパで、50メートルぐらいのダンパ、ボーンと崩れてきたんだよ。そしたら、ノーズがこんななったキックので、元々はね、50メートル抜けちゃったもんね。ほんとこいつはすげえサワーだなと思ったの。いや、ほんと50メートルダンパとか、ハブジのダブルの。10メートルや、10メートル。いや、10メートルだ、50メートルあったよ。いや、それね、それね、みんな今日ちょっとあの、青田タクジー来てくれたんだけど、写真ないの青田。用意してないんだよ、用意してないんだよ。だって4人だってお前が言うから。だから俺服、いや、まあでも、今度は次やろ。はい、2月なんで。ああ、そうか。まあ次行こうじゃん。じゃあ次行こう。これ、この間もちょっと見せたんだけど、これすごい、あの、タクジーこれ見たかな。これ、パーク？パーク。すごいですよ。パシフィックパーク。
パークというか中海岸でパークが入ってる。あ、そうですね。中海岸。そうだね。こっちから撮ってる。これは本当じゃないだろ。もうやってないもん、これから。そうだ。でもさ、ゴジ、これで言うと海岸って広くない？そんなことねえか。いやいや、全然広かったですよ。ねえ、うん、これ海水浴場のところじゃないですよ、これ海水浴場。そうそう、ほぼ海水浴場に近い方。ここ、おそらく海水浴場だね。この泳いでる人がいいと。だってパーク、こんなさ、幅があって、今、幅なんかないじゃん、全然よ。違ったっけ。これ、いつまであったえ、いつまであった。どういうこと、パシフィックパーク、あれは…僕は35歳に行ったわ。行った、うん、だから80… そんなにあった85年はありました。80年後まであった、ね、一時閉まったままそのままになってた、うん、いやいや、下に置いて眠らないと。ダメ、そこに置いて、ダメこっちが今世界に流れてるから。あ、そう、それ映せない、映せないんだ。だから向こうに行って飲んできて、ちょっとレガさんのこれ、お、いいな、いいからね。まあそんな感じで、これもなかなかいい写真かな。要するに海水浴場から追い出された時だよ、サーフィン。ああ、そうかそうか。あ、追い出されたのよ。そりゃそうだよ。危ねえかな。女の子がいるのは海水浴場だったからさ。あとあっち泳いでないじゃん、誰。泳いでないな。でもやっぱりあれだね、こうやって見ると、パラソル持ってきてみんな漁を取ったんだね、こうやって。海で遊んだんだね、昔は。今はいるの、これだけど。あのね、この間から同行調査やってみたんだけど、うん、鵜沼と由比ガ浜で多くても1000人いないんだよ、週末でも。そうか、そう、だいたい20分ぐらいの調査するとね。で、海に入ってる人一番多いのは鴨川で500、あ、ごめん、鵜沼で500人。茅ヶ崎なんて海に入ってる人50人ぐらいしかいないんだよ。あ、そう、うん、それなんであんな海閉めちゃったのよ、海に来ないでくれ。だからそれが悔しいから、あんなわけのわかんないテレビで報道するしさ、全部今調べてます。で、それ今、神奈川県庁、今年はこういう感じになりそうだよね。なりそうだね。いや、もうならない、ならない。どうして、うん、海入っちゃいけないってことか。いや、海水浴の人ってもともと観光海水浴じゃない。あ、そっかそっか。だから海水浴がないって言ったら来ないか、ちょろちょろだけ。だからほら、サーフィンってもう50年経ってるわけでしょ。で、海水浴って130年なんです。もう半分来てるもん。だから海水浴だけが公的に認められてて、他のスポーツが全部いまだに浮遊物って言われてるのおかしいじゃないかって、今ちょっとそういう展開をしようと思って。で、延べ人数で言ったら逆に1年中やってるこういうサーフスポーツね、要するにサーフィンから始まった全部のウィンドもそうだし、サップもスケートボード、スノボ、全部そういうことをやってる一つのグループって、フィンがついてまっすぐ滑る道具だから、それをやってる人たちはもう年間で言ったら海水浴客より多いんですよ。はい。それなのに市民権がない。で、その一番いけないのは、一つは種目別にみんな分かれて偉そうなこと言ってるけど、俺から見たら最初からやってるから全部ただ下に込むだけだよ。あれ？あれ？また負けてんじゃんか。また負けてんじゃん。だから分かったよ。なかなか気になっちゃうから。そういうことか。いやでもさ、これ茅ヶ崎だよね。そう、でもやっぱりうちの試合も1、2をこれ作ったのがいいね。かっこいい、かっこいいとこない？来年からやるよ、これにする。そうそう、だからこれが出てきたことでちょっとこの後ろの人との背景の差がすごい出てきたでしょ。なるほどね。前のはただ近くわーってやってたのがさ、この台の後ろのこうちょっとこう、これあれじゃない、バーベリアが用意したんじゃないの、ホストだ。はい、やりましたよね、うん。ということは、これ面倒くさくなってさ、三段にできなくなっちゃって。場所はどこなの？場所はどこですか？え？茅ヶ崎の海水浴場。海水浴場だよね。全く覚えてないな。もう死んじゃったサブちゃんとかさ。サブロ。うん。いや、これもだから長沼が来ないっていうからわざと選んできて。そういうことか。で、多分ドジと。河合はもう悔しがるなと思って、河合さん悔しいよ、この世の中で。笑って悔しそうな顔してるよね。え、2人どうして笑ってるんだけど、笑ってるんだけど笑いきれないブーンみたいな。でも俺は笑ってるってなんだろう、空笑いでしょ、これ。
明らかにいいのかな本当からわないで。で、あの前いつも、すみません、口見したみたいなこといつも言ってたから。でもさ、転戦と大会があったから全日本とかじゃないからね。でもさ、あの長沼さんの和人の格好、キャリフォルニアのサーバーだよねいやーもうさ、かっこよかった、やっぱりほんと、レガーのお母さんのトランクス相手電話しようか、今、長沼に。おう、ちょっと今電話かけてよ。普通のジャンパー最近着なくなっちゃったな。なんでこういう格好しなくなっちゃったのかね、今。まあ、かっこいいと思うんだけどさ、まあ、はい、まだある写真、はい、ちょっと次やってみよう。何が来たらこれ戻す来ないと思うけどさ電話だけ、電話だけ。ないの七里も砂浜広いね。今こんなないもんな、電話さんな。いや、もうさ、この階段今ないもん。そうかよ、うん、取っちゃったの。取っちゃったの。もう押しアウトして、うん、ボコボコになっちゃったから、これない。あ、そうだから、阿出川さんのところのチームの時、はいはいはい、撮ったよ、写真撮った、うんうんうん、ここで撮ったんだよ。はいはいはい、これないよ。へぇ、これシリ。そう、砂が広いね。例えば電話繋がった。すごいわ、繋がった。これは何回目よ。これは68年、3回目。これはもう覚えてる。ちょっと、ちょっと俺が優勝ってやつか。そう、あ、そうかよ。そう、ちょっと次出てこない、マーボー優勝のね、この、あ、ほら、これ欲しいんだよ、河合さん、俺これあー、欲しいな、これ捨てちゃったって言えたった時に。あー、このトロフィー、ほんとこんなでかいの出してくれたんだ、いじめさん。河合さん、これあれだよ。俺サングラスしてるわ。小池だよ。あー、小池ね。カーナがいるじゃん、カーナ高尾。あ、キングもいるじゃん。あと、アベッチいるの分かる。ああ、帽子かぶってる。ああ、そうかよ。後ろだな、帽子かぶってんだな。これ中島さんでしょ。ノーちゃんがいるんじゃねえかな、左の。ああ、ノーちゃん。ああ、ノーちゃん。ノーちゃんね。坂本信君ね。そうですね。いいね、これも。いやー、出川さん、この写真ちょっと分けてくれよ。これ100万でいい。100万円だって。このトロフィー取っときゃよかったな。俺神経質だから。いやいや、だからプレートを全部取らなきゃいけない。もうトロフィーはもう場所取っちゃってね。プレート、文字、プレートが分かんないじゃん、俺だってさ。いや、だから俺ももう全部だって。残ってる。これね、ゴーデスマー書いてない。俺がキャタリナのマークマーク着てたわけ。だから優勝したら鈴木さんがゴデスのシャツ着ろって、多分ゴデス書いてあると思う。あ、本当だ。ゴディースだ、ゴディース。ゴディースだよ、本当に。あれ、なんでゴディースだったの。間違えちゃったの。間違えちゃった。俺もさ、よく俺調べたから、ゴッデス、ゴッデスじゃないんで、ゴディースだよね。あ、やっぱりいいんだ。そのさ、メガネかけてるな、鎌倉のあの、あれかな、そうか。そうそう。そうだよ、松沢って本屋の。そう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 。松林堂の。あの本屋とか IB のお店やった人。あれじゃない、あれじゃない。あれじゃない、あれじゃない。あ、小田健がいるじゃん。え、小田健いるよ。あの、まっちゃんの斜めに。あと、この奥があの、東京だから、あの、あ、結構。ケンジだ。その、ケンジのその、後ろにいるのがなんとかって、結構5位とか4位に入ってきたじゃん。東京の人だよ。ああ、オッチがいた。ね、アキラがいないで、アキラがよ。アキラがわかんないね。もう死んじゃったわ。なかなか俺これさ、孫に見せた。いやー、この後ろのギャラリーっていうか、あの選手の顔ってすげえな。みんなね。これはもう今の時代。いや、出川さん、俺なんかちっちゃく髭俺自分で作るから、これがないと俺生きてやれないじゃん。出川さん、頼むよ。またみんなこれだと思うからね。俺がオラキだと思われたら、こんな立派なトロフィーもらってさ。今落ちぶれちゃってんけど。よかったよかった。俺もこれから勝てるじゃんね、本当に。あれ変わんない、タブロ勝つのにいいじゃん。あ、メガネかけた。もうでも違う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 。これ俺19歳の時だからな。七里ヶ浜でしょ。え、19歳が二十歳になったばっかりだ。どっちか七里。マーボーはちゃんとフルカットして、今もそうだ。今もだ、アイビーカットだよ、俺だけ。みんな、サザクルみたいな顔してんけど、俺だけアイビーピシッとこうなって、今でもそうだよ。ちょっとどこへ行かなくちゃいけないけど。変な頭してんな。はい。
出川ちゃん出川ちゃん出川ちゃん場所はちょっと1枚ぐらい割るのもいいじゃん。いいよいいよ、スタイルがいいよな。でもこれさ、どこ何が言いたい、これハンセンなんだよ。おヘバラハンセンの板、ヘバラヘバラだヘバラか。そう、もう俺この間なんか乗ったけど何も乗れなかった。明日なんで乗れたんだろうね。なるだね。うん、そういうもんだったからさ、ね、もうしょうがないもんね、うん、まあ次、ね、いいとこだね。いやいや、いいあれだよ。わ次行きましょう。おー、ボロコソガメか、いいね。これはね、マリブのところ。マリブじゃないっしょ。マリブのとこじゃない。いや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 、しばっかんね。でもあのこっち側のまだ砂利道だね。砂利なんだ。134号線も砂利道だったからね。千葉ですか。千葉だよね。千葉だ。これは千葉。マサオの車じゃない。俺マサオなんで俺ん家来たんだか分かんない。千葉マサオ、はい、これ乗って来たよ。ああやっとアロハラックが出てきた頃だな。ちょっとこれもうフィンもほら細いから。なんてのがヘバラの。もうさっきあのオーストラリアの長めシングルフィンのボードがいっぱい出てたじゃない、シチリアマンで。これなんでフィンが小さくなったんだっけ、板が動くようにってみんなこうなったんだけど。そうだね、ダグラスとか着てたよね。そうだ、少しね。ね、あ、ダグラス。俺だった。あ、キキ山下ね、ダグラス。俺はあの1個は本当のマジックボードはどうしたの、ね。まあ、今度またそれをやろう。板の今度トークを。次。でもさ、河合さんに言っても出川さんに、俺、これ誰だ、俺だよ。いいね。出た出たね。ステップしながらサイドライン、どこ場所はどこ、ね、ただサービスフォトなんです、これ。これ鴨川じゃん。鴨川、鴨川っぽいよね。鴨川っぽい。マイクドリルが来た時よ。お、手がやっぱりね、こうね、もう板は完璧短くなってたよね。おこれ180ぐらい、2メートル10ぐらい。あ、どうだろう、2メートル10ぐらいあるんじゃない。17だって、この時だってウォーキングしてるってことは、だからショートボードではないよね。じゃあ2メートル40ぐらいにいたら多分そんな感じだね。これ見てカンベカットの小川さんがさ、自分がやればいいのにさ、カンベカットでもちゃんと厚い波をちゃんとこうコントロールしてるじゃない。そうか、うん、だからこれ倒れる感じじゃないじゃん。だからこれね、俺本当にマーボーがあのこうわざと手上げてない感じ。あ、うん、腰がちゃんと下がしてて、普通にこう上がってるのがかっこいいかなと思う。すぐだから見てわかんない、俺もセレクトしてて、あ、これインチキくせえなとかさ。これはもう本当にナチュラルでかっこいいな。いやそうか、俺の若い時はこんなだったんだ。みんなでも手は太いね、やっぱりね、やってたから外れしてんね。おいい、いい感じだよ。今はもうしょぼしょぼしちゃって、73の体でこんななっちゃったけど、これでかっこいいよ。まああのこれで写真終わりなんだけど、はい、もうあっという間にどのぐらい、もう結構経ってんでしょう。1時間ぐらい、50分ぐらい経っちゃったの。あ、ほんと、まあよかった。じゃあちょっとさ、最後ちょっとシェイプのとかなんかないの、少しあと3分とか4分。あ、いいよ、お前かっこしゃべる。いや、俺はいいよ、俺だって。もう思い出話で、もう思い出話でいいか、一気にこう来ちゃった。おー、いいね、それで終わろうもん、じゃあ。だからまた次回なんか面白いことやろうよ。俺ウエスーツ着てんの、何なの。これはあれだよ、ジャージーだよ。あのゼッケンでしょ。試合ですよ、これ試合じゃん。うん、だから俺も何撮った時、試合じゃないか、ほとんど撮ってないでしょ。そうか、試合の時に着てるんだ、うん、まあそんなんで、今日はまたまた、レジェンドに集まっていただいて、まあ青田君が後からちょっと来たんですけども、今度はちょっとじゃあその辺の少し板が短くなってくると青田がまた出てくるので、その辺もちょっとまたフィーチャーして楽しく、とりあえずまあ今回こんなでコロナでもって、まあこうやってマスクしながらとかみんなとこうワー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 お酒飲みながらできないっていうのもちょっと残念なんですけども、まあ明日の麻婆の大会ぜひなんか天気少し良くなって風も収まってくれたら、そうだね、もう幸いかなと思います。多分そうなると思う、うん、神様は見せないと思うよ、俺は、うん、いや
まあそういうふうに言っております。本人が間違いないです。もうラジオであそこまで公言してるから大丈夫だ。大丈夫かな。まあそんなんで、またまたどっかで会いましょう。こういうご時世でまたなんかちょっと流行ってきたみたいな、気を緩めないようにステイストロングでいきましょう。はい、じゃあまた、どうもありがとうございました。